こんにちは、ぶっちち DIY チャンネルです。ご覧いただいているのは、市販のスイッチと LED ケーブルをスリーブ化したものです。このスイッチと LED ケーブルを必要な長さに短くして、緑色 LED を青色 LED に交換して、スリーブ化する過程を見ていただこうと思います。今回リセットスイッチは使いません。300オームの抵抗と青色 LED です。抵抗は LED と直列につなぎます。パワー LED、HDD LED、パワースイッチケーブルを同じ長さにカットします。パワースイッチ端子の収縮チューブを剥がしたら、ハンダごてを当ててハンダを溶かして、ケーブルから外します。同様に、HDD LED もケーブルから外します。LED は極性があるので、外す前に内部の形状を確認しておきます。スリーブは幅6ミリのものを使用しました。収縮チューブはスリーブに先に通しておきます。収縮チューブは直径5ミリのものを使用しました。ケーブルをまとめてスリーブに通していきます。このケーブルの太さは直径1ミリで、幅6ミリのスリーブだと8本までは入りそうです。収縮チューブをライターで炙ります。その時、焦がさないように注意します。収縮チューブを通しておいて、パワースイッチとケーブルをハンダ付けします。ハンダ付けしたら、通しておいた収縮チューブをライターで炙ります。次に、HDD LED とケーブルをハンダ付けします。今度は、別途用意した青色 LED と抵抗をパワー LED ケーブルにハンダ付けします。LED は端子の長い方がプラスです。収縮チューブは抵抗が隠れるように長めにします。スイッチ、LED 側の収縮チューブもライターで炙ります。完成しました。これで、市販のスイッチと LED ケーブルのスリーブ化ができました。今回はケーブルを切断して、スリーブにケーブルを通しました。でも、ケーブルを切断しなくても、コネクタを外せば、スリーブにケーブルを通すことができます。コネクタのこの部分を、先が細いもので持ち上げると、端子を抜くことができます。コネクタが外れたら、ケーブルの端子にテープを巻いて、スリーブに通します。
ケーブルが4本の場合は、幅4ミリのスリーブがちょうどいいです。このように、ケーブルを切断する必要がない場合は、ハンダを使わないでスリーブ化できます。端子をコネクタに差し込んで、元に戻します。ご覧いただいているのは、アクリルパイプ PC ケース製作編の、スイッチングユニットの組み立て、シーンです。今回の動画は、アクリルパイプ PC ケースで、使った、市販のスイッチと LED ケーブルを、スリーブ化した過程を見ていただきました。もし、興味を持たれた方が、何かの参考になれば幸いです。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。